Welcome back, folks. It is I, your illustrious host, Lord Zedek Tigrarius Haruk. And as always, it is wonderful to see you all again, or for the first time, if you're just tuning in. Now, so, yeah, she doesn't have a lot of strength, not a lot of stamina. She's slowly working her way up. So, let's see here. If anything, I do want her to try Plasterer. Why? スケジュールに組み込みます。Because it raises stamina. はい。スケジュールに組み込みます。はい。スケジュールに組み込みます。左官の仕事は早い話、壁塗りだ。だが、この仕事は体力もいりゃ、美的センスもいる。半端な仕事じゃねえぞ。Listen, dude, I just want her stamina to come up. まあ、女の子なんて、所詮こんなもんかね。当然。いらっしゃい。今日も神の元で奉仕するためにやってきたのですね。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから、多めにしておきましたよ。行ってきます。楽しかった。 All right, March, so... Sensitivity is 144 now. 旦那様、お嬢様の健康管理はどういった方針でいきましょうか？その方針だと月々の食費が30ゴールドかかります。はっ、かしこまりました。来月からそういたします。 There's that. はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。 Hey, I still want her to get some bloody stamina.おう、来たか。しっかり働け。やれやれ。まあ、女の子なんて所詮こんなもんかね。当然、日当はやれんよ。あなたももうこの仕事長いから、給金あげてあげるわ。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑行ってきます。ただいま。楽しかったわ。 OK。 町の人みんなに私の料理を食べてもらいたいな。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込み、はい、スケジュールに組み込みます。いらっしゃい。今日も神の元で奉仕するためにやってきたのですね。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。この仕事は1にも2にも体力よ。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。行ってきます。There we go. Get that stress down. 楽しかった。羊のキューブって働き者ね。Yes, he is.
はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。では古今の礼法をゆるゆるとな。ではまた会いましょう。この仕事は一にも二にも体力よ。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。行ってきます。ただいま。楽しかった。今年の夏は記録的な猛暑です。お嬢様の体調でも、お嬢様は夏服ですから心配ないですね。よかった。うん、この服似合ってるかしら。来たね。今度は誰に会いたいのだ。わしなんかと親しくなっても大したことな。わしなんかよりもっと偉いさんと話したらどうだい。 Alright, so that's still going on.You know what? はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。髪結いってある意味では芸術なのよ。やだ、もう私としたはっきり言ってお前才能ないよ。いらっしゃい。あなたはもう何度も教会で奉仕し、そこであなたへの報酬を増やすことにしました。神に感謝なさい。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。行ってきます。楽しかった。神様と共にある人生ならどんな生活でも楽しく過ごせると思うの。来たね。今度は誰に会いたいのだ。え？ん？私に君のような貴婦人ならいつでも歓迎するよ。君、レディーとしての自覚を忘れないようにね。あ、ゴー。あ、let's see here. Stress zero. Good. はい、スケジュールに組み込みます。はい。スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。この仕事は一にも二にも体力よ。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。この仕事は一にも二にも体力よ。
よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っ、行ってきます。ただいま。楽しかった。 All right. 私可愛い花嫁さんになりたいな。My cat is so adorable. 来たね。今度は誰に会いたいのだ。ん？私に誰が会いたいって？君のような貴婦人ならいつでも歓迎するよ。君、レディーとしての自覚を忘れないようにね。Okay, so... はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。この仕事は1にも2にも体力よ。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。この仕事は1にも2にも体力よ。旦那様、今日はお嬢様の誕生日です。プレゼントを買いに。はい、ここは雑貨屋ですよ。書物は古今東西の知識の宝庫だよ。書物の値段は120ゴールドだよ。はい、ありがとう。お嬢様、お誕生日おめでとうございます。これはお父様からの贈り物です。まあ嬉しい。お父様ありがとう。よく働いてくれて助かったわ。今回は特別に5割増しで払ってあげる。また頑張っておくれ。行ってきます。ただいま。楽しかったわ。旦那様、お嬢様、旅の占い。お宅の娘さんの将来をこの金額で占って神前よ。はい、わらわらぼわにそのみる。お宅の娘さんは将来平凡な主婦になると出たぞよ。本当かな。Nothing wrong with that still. 旦那様、お城から今年度分の俸給が届いております。お嬢様も13歳になられ、これより新たに墓守りのアルバイトが選べるようになります。 Oh Lord. 水の星を司さ、記録場所を無事に記録しましたよ。Okay, so we get to go to the Harvest Festival again this year. いよいよ国一番の料理人を決める日が来ました。作る料理は自由。ただし太陽が西の城壁にかかるまでに完成させること。下ごしらえの材料も持ち込み可です。では用意ドン。はい、時間です。では審査員の方々に試食していただきましょう。ほほー、しゃっきりもちもちして、たまらんね、こりゃ。お口の中でふんわりと、腹いっぱいじゃ。さあさあ、受賞者を発表せよ。はは、
では結果を発表しましょう。今年のお料理ナンバーワンはこの料理に決定。おはは、ありがとうございます。すぐにお父さんに知らせなきゃ。指まで舐めちゃう美味しさであった。なお2位と3位の料理はこのように決定しました。旦那様、お嬢様のお料理コンクール優勝おめでとうございます。キューブったらごますっちゃって。で、商品の極楽鳥の卵ですが、早速料理しましょうか。食べちゃうの？でも普通極楽鳥の卵って食べるもんなんですけど。でもでも可愛い卵なのに。なんだ、食べないんですか？もったいないな。よかった。ふい。I could not say no to her. So, yeah, look at that. We won. 神様と共にある人生なら、どんな生活でも楽しく過ごせると思うの。来たね。今度は誰に会いたいのだ？ん？私に誰が会いたい？君のような貴婦人なら、いつでも歓迎するよ。君、レディーとしての自覚を忘れないようにね。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。では、古今の礼法をゆるゆるとな。では、また会いましょう。では、古今の礼法をゆるゆるとな。ふん。では、また会いましょう。行ってきます。ただいま。楽しかった。Hello. 娘さん、娘さん。Hello. まあ、あなたは卵から帰ったのね。私を食べないでくれてありがとう。私たち極楽鳥は千年の寿命を持ち、卵は滋養に優れて美味なため、人間に卵を盗まれて困っているのです。 Oh my god, is it just me or does it talk faster than the speed of light? Fucking hell. そうなの、食べないでよかった。では私は故郷の南の国に帰ります。さようなら娘さん、優しい心を大切にね。さようなら、気をつけてね。人間に捕まらないで。ありがとう。でも大丈夫。人間に捕まるのは卵だけさ。昨日まで小さな卵だったあのヒナが、これから千年も生きる。命って不思議ね。Holy crap! はい、スケジュールに組み込みます。はい。スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。いらっしゃい。今日も神のもとで奉仕するためにやってきたのですね。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。いらっしゃい。
今日も神のもとで奉仕するためにやってきたのですね。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきました。行ってきます。ただいま。楽しかった。Oh boy, shopkeeper. 旦那様、お嬢様、旅の行商人が…まいとね、ご主人。遠方の珍しい宝物買わないか。あいや、もったいない。あなた損したあるよ。何言ってんだい、駆け上がって。Crap, I keep forgetting to put on the winter dress. 水の星をつかさどさ、記録場所を無事に記録しましたよ。私、かわいい花嫁さんになりたいな。来たね。今度は誰に会いたいのだ。ん？私に誰が会いたいって？君のような貴婦人ならいつでも歓迎するよ。君、レディーとしての自覚を忘れないようにね。はい、スケジュールに組み込みます。スケジュールに組み込み、はい、スケジュールに組み込みます。いらっしゃい。今日も神のもとで奉仕するためにやってきたのですね。ありがとう。これが報酬です。頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。こんにちは。私が魔法教室の先生です。みんな一緒に実用魔法を学びましょう。では今回の魔法教室はこれで終わります。行ってきます。凄まじい寒波が襲ってきました。お嬢様の体調が心配です。いやー、あらかじめ冬服着ててよかったですね。この服あったかいのよ。私、もっと背が高くなりたいな。来たね。今度は誰に会いたいのだ。I wonder if she could talk to him.やあ、お嬢さん、新年おめでとう。新年おめでとう。あなたはお城で何のお仕事をなさってるの？あ、そうそう、お城の見回りさ。怪しい奴がいないかどうか見張ってるのさ。まあ、大変ね。いや、そうでもないよ。大した仕事じゃないさ。あら、ご自分のお仕事をそんな風に言うものじゃないわ。どんな仕事だって一生懸命することが大切よ。そうだね、君の言う通りさ。ごめんなさい、生意気言って。これってお父さんの受け入りなの。立派なお父さんなんだね。今日は楽しかったよ。私も楽しかったわ。今日はもう帰らなくっちゃ。
僕は1月だけしかお城にいないんだ。次に会えるのは来年の1月。また来るって約束してくれないか。ええ、約束するわ。また1年後に会いましょう。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込み、はい、スケジュールに組み込みます。では、古今の礼法をゆるゆるとな。では、また会いましょう。おう、来たか。しっかり働け。やれやれ。まあ、女の子なんて所詮こんなもんかね。行ってきます。ただいま。楽しかった。お城の外のモンスターに勝つなんて普通の女の子には無理よね。来たね。今度は誰に会いたいのだ。ん？私に誰が会いたいって？君のような貴婦人ならいつでも歓迎するよ。君、レディーとしての自覚を忘れないようにね。Alright, folks, I'm going to go ahead and call that an episode there for today. You all have a wonderful evening, and as always, I've been your illustrious host, Lord Zedek Tigrarius Horuk. And remember, I love you all. Good night.